こんにちは、まい先生です。今日は音を決然と切る、きっぱりと切るという切り方のお話をします。音を決然と切る、きっぱりと切るなんていうと、少し鋭く鍵盤を打ちにいく、もちろんこれでも決然とした感じははっきりと切れますから出ますが、なかなかこれはコントロールがしにくかったり、連続してきっぱりと切らなければならない時には鍵盤の底に照準が定まりにくかったり、思ったより音がはっきり出ないこともあるんですよね。決然とした音になりにくい時はこのように、実は消し方というよりは最初にどんな風に音が出ているか、どれくらいの響きの量があるか、ここも実は大切なポイントなんですよね。決然と切る、きっぱりと消す、切り方に気持ちがいってしまって、最初から音を消しに行く方法でどんな風に切る、叩いてしまったりして出す音が安定しないんです。ですから、きっぱりとした決然とした音で切るためには、まずは音をしっかりと出しましょう。鍵盤の底につく瞬間にきちんと指の付け根を動かして、実際音を切るよりももっと先まで音が伸びるように弾きます。ですから前に行くのではなくて、まずは響きをしっかり出す練習をしましょう。たとえこれが長い音があってきっぱりと切りたいとき、短くって決然と切りたいとき、実は消し方は同じなんです。長い音からした方が分かりやすいので、一旦長い音を決然と消してみます。これどういう風にしているかというと、音を消すときにだんだん音が弱くならないように工夫をするんですよね。だんだん音が弱くなるときというのは、音を消す瞬間まで響きで満たされる、響きがしぼんでしまうときっぱりとした表情にならないんです。ですから、消すときにだんだん音が弱くなってしまう。こうすると決然と切れませんし、音を切りに行くようなスタッカートをするときにも響きが十分に満たされないんですよね。実際に切りたいところまでしっかり音で満たしましょう。そしてすべてを同時に消します。すべてを同時に消すためには、ダンパーを一度に下ろさなければなりません。手の動きを上げることを中心に戻してしまうと、指の長さが違いますから、早くダンパーが降りる音と後からダンパーが降りる音が出てきてしまうんですよね。ですから、そういう時には少し指を手前に曲げながら上げます。上げる時も手を高く上げる必要はなく、鍵盤の元の場所まで素早く上げることでダンパーは揃って降りてくれます。大切なのは、響いている間中の音はしぼまないようにする。これは弾いている長さよりももう少し長い間響いている音を想像して、長い音を弾く、出して、そして揃えてダンパーを下ろす、これだけなんですよね。単音でも同じです。しっかり出してダンパーを下りますが、少しだけ残響がふわっと残ります。ブツッと切れるわけではないですから、とても響きも豊かで、そしてきっぱりと決然と音が切れます。こんな風にしっかり響きが伸びる音を出して、そして同時に音を消す、これだけで決然とした音が出ますので、ぜひ練習してみてください。はい、今日は決然ときっぱりと音を消す弾き方の方法をお知らせしました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。